つお姉ちゃん主人公に漫画描こうと思ってて、ちょっとあの笑顔見たいんだけど、いい？意味わかんないんで。いや、ちょっとだけあの笑った顔を、あのレベル上がった時とか見たりとか、ちょっと笑って。何レベル上がった時って？あ、今のもう一回できない？もう一回無理。え、あ、でもちょっと笑ってる。ねえ、うざい。あ、いいの取る。あ、もうねえ、しつこいって。お願い。わかったって。はい。ほら、あ、こっち見て。ねえ、もううざい。もう一回。ねえ、しつこいんだけど。もう一回やってみて、もう一回。もう早く負けたじゃん。え。はい。邪魔しないで、うん、ごめん。あ、あんた何、久しぶりにどうしたんだよ。ちょっとさ、まあ寄ってみたんだけど。久しぶりじゃん。あ、久しぶり。あのさ、うん、今日ちょっと泊まっていてもいい？お姉ちゃん、ごはる、聞こえてるの？ケーキ買ってきたから、降りてらっしゃいったら。無理できたな。そんなゲームばっかずっとしながら歩いてるから階段から落ちるのよ。ほら見てこれ、いった。何、たかし帰ってきてるわよ。座んなさい。座んなじゃないよ。ごめんね。はい。漫画の方は？うん、いい感じ。覚えてるの？まあ。え、何、出版社に持ち込みとか？まあしてる。最近どんなの書いてんの？最近。設定考えてる最中で。お姉ちゃん食べないの？食べないなら私食べちゃうよ、二つ。美味しかったでしょ。うん、美味しかった。ねえ、なんか見た目素朴なんだけどすごい美味しいの。姉ちゃん本当にいらないの？冷めちゃうよ。いらない。もう回復したかな。何回復って。よいしょ、ゆっくりしてうん。姉ちゃん、足どうした？階段から落ちた。は？あんたバカにしてるでしょ。いやいや、してない。どうせバカにするために帰ってきたんでしょ。違うよ。私知ってるからね、あんたが仕事うまくいってないの。え？それに比べて
私は家事手伝いとかしてるし。え、偉いじゃん。母さん、母さん。なに、なによ。リンゴ食べたい。はあ、なんでさっきケーキ食べなかったの。いや、ケーキの気分ではなかった。リンゴはあんた食べる？あ、うん、じゃあもらおうかな。そう、じゃあシニさんとこの八百屋で買ってくるから。あ、いい加減にしなさいよ。清水くんの件かな。どこ撮ってんの？ごめん、ちょっと、いや、ごめん、ちょっとデッサンのさ、ちょっとごめん、ごめん、ごめん。キモ。ちょ、ごめん、ごめん。もうあっち行って。いや、すごいいいのかけそうかも。あ、そう、ありがとう。はい。足痛い？痛い。あ、ごめん。何？いや、あ、痛いのかなと思って。痛いに決まってんじゃん。上から転んだの。うん、階段の上から。そう。本当大丈夫これ？ちょっと、ちょ、あ、ごめん。痛いっつってんじゃん。あ、ごめん。え、全体的に痛い。触らない。ごめん。ちょっと、リンゴ買ってきたわよ。お姉ちゃん、せっかく買ってきたんだから食べなさい。何またこんなジャンクなもん食べて。野菜食べなさいよって。僕の食べたいって言うから買ってきたんだから食べなさいよ、リンゴ。今いいとこ。いいとこって何？いつでもできるでしょ、ずっとやってんだから。うるさいな。もう色悪くなっちゃうから食べなさい。分かってん。
いリンゴ。だって半分こし食べんのよ。うん、ありがとう。返事ぐらいしなさいお姉ちゃん。食べたら部屋掃除しなよ。はい。長く食べてね。うん。正規入れたいんだけど。何言ってんの？え、お姉ちゃんさ、あの、男性器好きでしょ。え、何なんその言い方。え、いや、だって恥ずかしい。え、好きでしょ。知らない。見てたよ。いや、さあ近いよ。ごめん。でも、え、どれくらいぶりに見たの？覚えてない。え、そんな昔前の？もういいじゃん。てかそれって漫画に関係あんの？ラブシーンがあるから。ラブシーンって何？じゃ重要なあの設定でちょっとこういうの必要だからさ。